ごきげんよう、柳優子です。今リトルゾンビガールの公演中、皆さんごきげんよう、柳優子です。ただいま私はリトルゾンビガールの、第1幕が終わって休憩中なんですけれどもね。いや、皆さんご存知だと思いますけれども、空組のゆりかちゃんが対談をね発表されましたね、ご卒業。いやー、結構そうか、ついに来たかって感じでしたね。なんか、いろんなことを思い出しました。そうゆりかちゃんがトップになった時ってちょうど空組20周年のイベントとかがあって、私も大劇場にお邪魔した時があったんですよね。その時もうトップなりたての、ゆりかちゃんがすっごい緊張した面持ちで舞台に立っていたのをすっごく覚えています。だけどそれからもうね、ずっと舞台見させていただいてましたけど、もうどんどんたくましくね、大人の色気が出て素敵になっていっててね、本当に毎回見るの楽しみだったんですけれども、いや今回対談発表かって聞いて、いやでも私も自分の時のことをすごく思い出して、対談発表する前が一番なんかこう自分の中でもどかしいというか、そういう思いがあったのを覚えています。で、発表しちゃった後、対談までの間っていうのはとにかく体力勝負なんですよね。いろいろやることも多いし、すごく幸せな時間なんだけど、すっごい健康面気をつけてねやんなきゃいけないっていう時だったなって今振り返ると思います。いやでも宝塚の男役って宝塚でしかやれないですし、もう本当に思う存分この男役を楽しんで、卒業する最後のその日までね、目いっぱい楽しんで、卒業していってくれたらいいなって思います。対談公演楽しみに見に行きたいなと思ってます。ゆりかちゃん、最後まで突っ走ってね。